弓をさっと、早く使った時に、弓がまっすぐにならず指板の方に流れていってしまいます。ありますね、よく、ゆっくり弓を元から先まで使う時はちゃんとまっすぐできてます。何か意識することがあれば教えてください。なるほど。結構弓をゆっくりするときって確かに時間があるので音を確かめたりだったりとか、このコントロールですねが効くと思うんですけど、やっぱり早くすることによって弓が、コントロールが効かなくなってしまいますよね。で、その時に起こってしまう現象としてはどうなるか、ちょっとその人次第かもしれませんが、結構起こる現象としては、普通ね、ゆっくりするとしたら、これでゆっくりなね、ここのコントロールがこの右手でできると思います。だけど早くするとこんな感じになってしまうってことだよね。合ってるよね。私も全く意識しなければこうなってしまうんです。なのですが、少しだけ、絶対みんな後ろに行ってしまうので、少しだけ手を前にする感覚を持っていると、ちょっと何て言うんだろう、コントロールをしやすくなるかなと思います。やっぱり人間のね、手の構造的にね、後ろに行くのはね、当たり前なんだよね。だけどね、そこをなんか抑えさせてあげるというか、この手のここら辺を少しこうやって押してあげる感じ。こんな感じ。こうじゃなくて、こう。若干難しいですね。質問ですが、クラスラーの演奏の音源は音色が独特ですが、これは双方のせいですか？録音は古いからでしょうか？古いクラスラーの音色出したいです。私もね、クラスラーの音色を聞いたことはないからね。わかんないですよ。わかんないし、絶対これは正解とは言えないと思うんですけど、ある程度、あんな音色がしてたんじゃないかなって私は思ってます。どうなんだろうね。本当に。ね、あんな音、私も出したい。けど、あれに似た音色を出す人って、現在でもいると思うので、ある程度その音色が出てんじゃないですかね。ね、おそらくね。多分、クライスラーの音は、なかなか、なんて言うんだろう、男性のこう体格がいい感じとか、肉付きとかの良さとか、重心がこう下に行くとか、そういうのも含めての音色な気もするので、あんまり女性で愛用とか出るっていう方は少ないんじゃないかなとも思いますけどね。けど、それこそ必要な筋肉だけを鍛えて、必要じゃない筋肉はもう一切鍛えないでみたいなことをやるといいっていうことは、聞きましたね、最近も。プロの方、プロ中のプロの方から。3度の重音の音階の練習を1年以上ちょっとずつしています。素晴らしい。左手が痛くなってしまうのが怖くて、毎日さらっとだけ練習しています。でも集中して、練習していないので、なかなか音程とかの、とか指の向きは上達しないです。やはりある程度集中して練習する必要があるんでしょうか。難しいところですけど、どのぐらいしてるんだろう。時間的に。あんまり長くするのはもちろん良くないですけど、ちゃんと力が抜けていたら30分ぐらいは練習できると思います。ただ、本当にちゃんと力が抜けていて、っていう状況じゃないと30分しちゃいけないので、5分とか10分とかでもいいとは思いますね。
で、あんまりさらっと練習するっていうよりは、なんか上向系、上に行くところだけを練習したりとか、そういうのだけでもいいかもしれないですね。クラテリオレッスンラウンジは、楽しくバイオリンを学ぶ人が集まるレッスンコミュニティ。一流音大を卒業し、プロとしても活躍する講師が一人一人に寄り添ったレッスンを行っていきます。初めて習う方は最大3回分のレッスンが 30% オフ。詳しくは概要欄のリンクからどうぞ。